はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ムーポンです。あと週末のしずえさんです。はい、まあ今週末ですよと。で、なんか個人的な話来るのかなと思ったら季節の話題ですか。何、今朝散歩中にふと竹に目が止まって思い出したんですが、はい、ね、春の若竹というフレッシュな竹が取れることはご存知でしょうか。はい、というか今朝って言いましたよね。どこに竹が生えてたの？いや、うちの島も最近竹植えたばっかり、竹の子植えたばっかりなんですけど、まだ育ってないはずなんだけど、おかしいな。せっかくですので今の季節ならではの DIY なんかもお楽しみくださいねと。なあ、その季節限定のなんていうんですか、その若竹が欲しくて、もうね、竹を手に入れるや否やなんか速攻で植えたんですけど、なんか生えてる。水をあげてないのに増えてる。すげえ、やつら勝手に増殖するぜ。で、たぬきショッピングでまたいっぱい買ったんで、ポッケにどんどんと広げていって、で、なんかね、今オープニングで見たんですけど、琴乃さんがなんか広場にいたっぽいので、ちょっとまたなんかプレゼントもらいに行きます。プレゼントじゃねえや。あの合わせ物の服くれない？こんにちは、またお会いしましたね。今日もデザイナーの修行のため三つ堂に来てるんです。あの、お時間よろしければ、はい、ファッションに関するリサーチにご協力いただけないでしょうか。いいね、まあテーマに合った服を着てくれと。で、かつあのテーマに合ったなんか、まあ、あのお手本みたいなね、服もくれるっていう、なんかすごく親切なイベントなんで、やっていきましょうか。はい、今回見せてほしいのはデイリーコーデってことはもう今こんな感じだよ。普段からいつも着ているようなスタンダードなコーディネートに着替えてみせてください。毎日着るものですから、着回しの効くシンプルでおしゃれな服装ができたら良さそうですね。参考用としてデイリーのイメージな服をお渡ししておきます。ほう、それもなんかデイリーっていうか、もうなんか固定の服装みたいな、なんかそんな感じじゃない？ MA1、 こんな感じのイメージでデイリーのコーディネートしてください。 MA ってことはなんかあれ、なんかミリタリーなアウターとかそんな感じかな。もしコーディネートが思いつかなかったら、これに合いそうなアイテムを身につけるだけでもいいですよ。もちろん頭からつま先までバッチリコーディネートしてもらえるとすごく助かります。私はここでお待ちしているので、どうぞよろしくお願いしますね。じゃあね、ちょっと、お、こんばんは。さっきからチラチラと、チラチラ言わない。なんかさっきからよく、なんかちょっと気になるのかなって様子を見られたような気がするけど、どうしたの？世間話もする？今日みたいな日は切手集めをするのもいいかもしれませんね。切手、郵便局がこの島にはないんだ。そういえばお手紙って誰が持ってきてんだろうね。なんか郵便局とかないけど、たぬきちが頑張って運んできてくれてんのかな。で、ねえ、お試し用に1個服くれたんで身につけてみる。ちら？なんか暗くてよく見えないね。ちょっと明るいとこ入ろう。勝手にお店入る。で、まあ、なんか、日頃のね、ファッションを披露してくれたことなんで、うわー、なんか気になるのある。いらっしゃい、手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。エイブルシスターズくんの久しぶりやな。で、なんか、あれですね、パーカーっぽい感じ？パーカーっぽいのかな？わかんない。フードある？ちょっとリュックが邪魔で見えないんだ。ちょっとリュックしまいましょうか。くるんってすると、あ、パーカーではないと。単純にあれか、なんか前締めるタイプの、まあ、動きやすそうなアウターとジャケットと、そんな感じですね。あー、でこれ持ってる。で、これすごく気になる。それは羊のかぶり物やね。お値段は980ベルですけど、買いましょう、買っちゃう。これもデイリーの服でしょ。デイリー感がまるでないんですけど、あー、なんかヘルメット扱いになってる。羊のかぶり物。あー、いいじゃん、かわいいね。本当に思ってるのかなっていうぐらい、なんかすごいパッと適当なこと言ってるっぽいところがあるんですけど、千鳥格子ワンピース、なんか何があるのかな、ここの、なんていうんですか、今の習慣っていうか、この服のね、この季節のおすすめない。カフェの制服。あー、サイケデリックシャツ。あー、いいね、カフェの制服。すごい。
あれなんかスカートになってんのかな、スカートになってんのかエプロンになってんのかどっちだろう。なんかでも繋がってなさそうなんで、エプロンっていうかスカートなのかな、スカートっぽいよね。スカートっぽいけどズボンも履けちゃうよと、そんな感じですか。で、ネルシャツ、シンプルなネルシャツ。あ、じゃあどうしようかな。なんかデイリーな感じって言ってましたけど、ポンチョ風ニット。なんか羊さんと合わせていく。で、プルオーバーアウター。はい。これが普段持ってるやつですもんね。今家にあるやつで。マウンテンパーカー。なんかデイリー感が出そうなのあるかな。これ何？チュチュスカート。すごい派手ね。なんか鳥の羽みたいなのがいっぱいついた感じのデザインのスカートなんですね。はあ、はあはあははあ、は。ベルボトムパンツ。ベルボトムってなんだ、なんかヒラヒラしたあの裾のパンツのこと言うのかな、なんかぽいですよね。なんかおい、ピエロの服売ってる、すごい。もうこれでセットできちゃうじゃん。うわー、チカチカすんな。羊の被り物すげえ気になるけど、ビジュアル系ウィッグ売ってる。なんだこれは。こんなんも買えるんですか、これ買っていく。なんかこの髪型ないよね。で、ビジュアル系ウィッグになんかグラサンつけていく。パリピができてしまった。これでなんか、あー、すげえすげえすげえ、アニマルパンプス履いて、いいじゃんいいじゃん。すごいセットができてしまったぞ。ピンクいく、ピンクいきましょうかね。これでいいんじゃない。で、イエローの靴下合わせて、あー、いいじゃんいい。いいじゃん、かっこ適当みたいな。本当にいいと思っているのかいみたいなところがあるんですけど、これでいく。よし、これでいこう。商品購入しますか。いいよいいよ、もう買っちゃう。このまま着ていこう。ウィー。ほんまに素敵やと思ってますか。もともと身につけたものは、はい、収納に送っておくわねと。親切ね。よし、じゃあね、デイリーの服装できたんで。完全にね、デイリーって言っておきながら普段全く着てない服装をね、合わせてしまったんですけど、報告いきましょうか。どうも、ウィース。あ、着替えてくださったんですね。そちらのコーディネートも見せていただいてもよろしいですか。いいですよ、ありがとうございます。早速見せてもらいますね。すごい、なんかデイリーって言いながら全く着回しが効かなさそうな服装をしてると。本当にデイリーというイメージにぴったりだと思っていますか。アイテムの組み合わせが絶妙で、ね、しっかりとファッション、そう、ファッションテーマはね、表現してるんですよ。なんかもうパリピオブパリピみたいなね。とても勉強になります。どうもありがとうございました。俺に仕立て屋クーポン、そうやなんか前回ももらったんですけど結局使わなかったんですよね。あと何お気に召すか分かりませんが、あ、また靴くれる。あ、今度帽子。お、ケイトのキャップです。それも私が手掛けているブランドのアイテムでして、よろしければどうぞ。できたばかりの新作なんです。今後仕立て屋にも商品として並べてもらう予定です。あ、っていうことはエイブルシスターズにケイトのなんちゃらとかが並ぶ可能性もあると、そういうわけか。はあはあはあ、いやー、それがなんか実現したらいいね。よし、じゃあこのままの勢いでちょっとまた豆吉つぶ吉のお店のなんかね、家具見ていこう。いやー、なんかね、たまーにいい家具置いてるんですよね。さあ、あー、トイレしか目につかなかった。あ、なんかでも手前なんだこれ。これ何？なんか食器セット、チャイニーズティーセット。ほう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 。お値段1000ベルか。なんかこういうのもなんか悪くないね。カフェとかやったら置けそうな感じがしますね。これなんだ？これ何？レコードボックス。わかんねえよ。なんかこれがなんか一般的なのか何なんだろうね。持ち運びができるようになってんのかな。で、今日の高額商品何？はい、あ、丸太のベンチ。あ、丸太のベンチっていうことはもう裏でこれはガンガンね、そう、硬い木材の使い道がマジでなかったんで、いや、ようやく使い道が見つかってよかったなっていう感じでね、さあやっていきたいんですけど、今日はちょっとね、またなんていうんですか、木を伐採して空間作って、で、
あの家具たくさん置いてね、なんかみんなの憩いの場をまた作っていければなっていう感じなんですけど、なんかゆめこさんあちこちから出てくるねっていうか村人今日いなくね、どうしちゃったんだろうみんな、なんかみんなお家にいんのかな、ちょっと心配になってくるんですけど、最近てっちゃん動画に出てなくない？そんなことないか、そんなことない。まあてっちゃんはいや、てっちゃん昨日多分ね出たと思うからね。でアネスさんはお出かけ中と、意外といないんだね。じゃあねちょっとこの辺をまたバッサリね、綺麗にして、でなんか広場作るかなとはちょっとねある程度考えてはいたんですけど、じゃあこの辺ちょっと景観を、いやどうしようかな、待てよ、なんかここの広場があってで木があってっていう感じじゃないですか。ちょっとねなんか道路工事していいですか今日あのまさかの、あー出た、一発目オレンジを床に置くシステム、1個食べる、さあポピン、2個ぐらい食べる、うん、ポピン、よしで食べて、でこっちの木を抜いちゃう、でこっちの木も抜いちゃう、でどうしようかな、なんかこの辺からちょっと出発してる感じにしたいので、島クリエイターに着替える、はい、工事を始める。これの上にヘルメットかぶったらすごいねんけどな、さすがに帽子オン帽子はできないか、一応なんか帽子っていう扱いですもんね。あー不思議な、なんかね不審者ですね完全にまあ、じゃあ道はどうしようかな、アーチタイルの道作っていくかね、よしこれで、あれちょっと待って、これってどんぐらいの範囲までいけるんですか、ダメ、え全然ダメ、ここはいける、あもうこれ以上作れへんねや、そうなんや、あれか、ここの杭の中はもうなんか豆吉粒吉専用のスペースだから入ってくんなよとなんかそういう感じっぽいのかな、なんかそんな予感がするけど、さあペッタンペッタンしてもう直進ですよ。ですぐ近くに広場ね、最初に作った広場があるので、あ座ってるいいでしょそこね、なんかお茶もねたしなめるように、あ行っちゃうのもう飽きたのかな、あー飽きたみたいですねなんかさっきはあんなにカメラに映ろうとしてたのに、なんか今はあれですね、すぐに行っちゃいましたね、あ違う、でここを埋めるとまず一直線の道がつながりましたよと、うん、なんかようやくちゃんと道を作った感があるんですけど、でここのハートはなんとなく残したいんですよね、特に意味はないんですよ、特に意味はないんですけどなんとなくせっかく作ったから残したいなっていうところがあるので、あるけどとりあえず木は伐採しとくかね、でオレンジ1個食べて、どうしようかな、まあオレンジ食べたからまず伐採しましょうか、よし暗えよし暗えして、でアーチタイルの道に持ち帰る、でこのまままっすぐ引いていく、うん、ちょっと細めの道やな、うん、まあしょうがない、このなんか配置感が絶妙なんで、まあそればっかりはねどうしようもないんですけど、このまま上に上がっていくか、上に上がるのと、あとこっち側にもつなげていくね、よし OK、 もうちょいよし OK、 でこの辺かな、もうちょっと太くしましょうか、うん、よしできた、でまあたぬき商店と、ここの広場と橋につながる道はできましたよと、あとはこっちを北向きに道を引いていきたいなといった感じなんですけど、北なんですけど、この辺引いていくかね、なんかちょっと外れに道作りましょうか、あ削った、よしペッタンする、でちょっと待ってね、ここいける、あいけるいいじゃん、じゃあこのまま北に上がっていって、で帰りね、この隣右側を
塗りつぶすことでちょっと太めにね道ができるんで、この辺まで引いちゃうか。で、うん、こんな感じ。よし。で、繋がった。あとは、じゃあ、もう一度ね、往復することで、ここが繋がって、で、うん、ちょっと太めのね、道を作りましょうよと。いいじゃん、いいじゃん。なんとなくね、なんか、もう感覚で道路整備してますけど、あーできた。いいねいいね。でここちょっと丸くしとこうかね。よしで、なんかこっちに曲がって広場来てくださいねみたいな感じをねちょっと演出しました。演出っていうほどでもないんですけどね。はあ、ははあ、はいいんじゃない。であとはねどうしようかな。あとはそう、やっぱりねこの島で一番にぎわっているお店といえばエイブルシスターズなので、エイブルシスターズの周りもペッタンペッタン勝手に舗装しましょう。もうあのお店の場所を決めるだけでは収まらずに、もうね外観の整備までねやっちゃいますよと。いやもうなんかもう何でもやっちゃうな。でペッタンペッタンして、でせっかくやからここもつなぎたいけど、どうしようかな。なんかいい感じにできへんかな。なんかこのままつないでもいいような気はするんですけど、ちょっとなんか道感を出すためにもう一個手前出しとくか。もう一個手前出して、でペタペタして、ペタペタして、でペッタンペッタンして、でここもつなぐ。でこの太いラインを維持しながらここにつながるようにすると、うん、いいんじゃない。あーいいじゃんいいじゃんいいじゃん。なんかこんな感じの T 字で、おハムジ。あの暗くて見えなかった。こんばんは。よう元気そうだな。かおしゃべりしよう。そういや家を出るときに火元は消したかな。あーそれはなんかストーブとか置いてたし、こたつとかもつけっぱなしかもしれないですね。大丈夫かなハムジのお家。なんか他のお家よりも基本的になんか平均温度高そうですもんね、ハムジのお家。なんか厚めの家具がねいっぱい置いてあったんで、なんかまあちょっとそこは心配になりつつも、ペッタンペッタンして、ペッタンペッタンして、あちょっと外れちゃった。ここ引っつける。でどうしようかな。ここの真ん中からなんていうんですか、ここのなんかこのうっすら見えてる線、こっからなんか飛び出してるような感じにしたいんで、はい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 、いいじゃんいいじゃん。ここちょっと太く塗っていきましょうか。でガーデンライトがちょっとなんか歪んでんのが気になるので、そこはねちょっと配置をまたあの考え直したいところではあるんですけど、一旦ここラグビーボール回収して、でもう一度チャワアメフトボールもう一度置いていく。よし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 。でなんか道の上にねなんかそれとなーく置いてる感を出していきましょうか。でこのまま下にペッタンして、ペッタンする。でこのままこっちに向かって引いていくか。よしよしよしなのかな、よしなのかな。うんいいんじゃない、いいのかな。じゃあこのままここも太くしていきましょうか。あ削っちゃった。もう一度、はあそこじゃないんだ、こっちで、あちゃんと道の上歩いてる。いいねいいね。なんかもしかしてこれ村人っていうか住人の方々ってもしかして道引いてたらちゃんとそこの上歩いてくれるようになってるんですか。なんかその辺のあの細かい仕様が分かんないんで、なんかそれっぽく見えただけなのか、ちょっとたまたまそういう風に歩いただけなのかがちょっと判断つかないんですけど、いやーグランドライトの配置むずいぞ。ちょっと待って、この辺に置く。あ違うな違うな、ここ、うーんなんかずれちゃうな。一旦片付けて、これ押せない、押せないんですよね、押せないんですよね。うーん絶妙な配置。ここだってここで置こうとするとちょっと下になりますもんね。で片付けて、ここかな、この辺に飾る。あ走ってる、あ自販機で買い物してる。あすげえすげえすげえ、初めて見た。いいじゃんいいじゃん、めっちゃ買うね。面白い。
じゃあなんかせっかくやから自販機にも道つなぐかっていうか、ここなんとか整備しろよみたいなねところがあるんで、ちょっとこのなんかなんていうんですか、自販機ゾーン整備しましょうかね。でどう整備していくかですけど、もうちょっとだけ広くしたいなっていう感じがあるので、どうしようかな、ちょっと待ってね。ここの道は、あ、どうしたのどうしたの、こんばんは、さっきからずっといるよ僕は今日はムーソンに、はい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 、また新しいリアクションですか、ごきげんよう、うふ、今日の気分はいかがですか、うん、ちょっとした挨拶にも使えるねっていう便利なリアクション、ほう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 、よかったら試してくださいねと、はい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 、片手をぴょんってあげる感じね、なリアクション教えてもらった、ご機嫌いかがサングラスつけてるから全く見えなかったあ、まあまあまあ、新しいリアクションはねありがたくいただいて、じゃあまたこっち側もなんかここの真ん中からこうドーンって道を出して、でここにつなぐみたいな、なんかそんな感じをしたいので、この木はちょっと立ち退いてもらいましょうか。よし、じゃあまた1個オレンジ食べる。エイブルシスターズの お店の後ろの木も抜いとくか、とりあえずこいつだけまず抜いてから考えよう。よし、抜いてしまって、でこの辺のを一旦片付ける、お片ししなくちゃ。あ、ポッケいっぱい、くっ、とりあえずまあ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 、アーチタイルの道でどんどん道は引けそうなんで、引けそうなんで引いていくか。よし、で2個引いて、まず上から引いていくか、こんな感じ。よし、でどっかでこうグッと右折したいんですけど、あー消してしまった、もう一度つなぎ直す。で9時のチャイムが鳴っているが、そこはお構いなし、いやお構いなしでよかったのか、エイブルシスターズが閉まってしまったが、まあ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 、あの閉まる前にね買い物はしてしまったんで大丈夫よと。で10時にならなければ豆粒のね商店は閉まらないんで、まあ急ぐ必要はなさそうでしょう動画的には急げやみたいなねところがなくはなさそうなんですけど、さあさあさあ、ペタペタしてペタペタして、うん、でなんか広場っぽい感じにしたいけど、おー、シラフに横になってる、すごい、ちゃんとなんかみんな使ってくれるね、いいねでこんな感じで道がつながりましたよと。でこの木も切っちゃうかね。よし、スコップに持ち替えて、なんかエジプトみたいな、なんかピラミッドの中みたいな音楽が鳴ってるけど、あ、ちょっと待ってよ、今閉まっちゃえないから、鈴木ちょっと飾っとくか。鈴木いらないや、ちょっと逃がそう、逃がす。よし、で肩つむりも逃がすか。よし、逃がして、でスコップを持って、よし、こっち抜いちゃうと OK で、またアーチタイルの道を持って、あ、違うんだ、こっちにねちょっと広げる感じ。はあ、消してしまった。もう一度ペッタンして、ペッタンする。でなんかまあ海にもねつながってるようにちょっとしたね小道を作りましょうよと。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、イエーイってね。こっから広場から東に行くとバーベキューエリアと海に直行できますよみたいな、なんかいいじゃんでねえ、ここの広場をちょっともうちょっと広くしたいが、ちょっとずらすかね。この木どかす、この木どかすか。よし、手持ちも1個ね持てる状態なんで、オレンジ1個食べて、でポッピンする。でポッピンした後、そうスコップに持ち替えて掘っちゃう。よし、 OK。 あとはどうしようかな、何色にしようかな。今度はまあ言うて広場っていうほどではなくて自販機だけなんで、今度はじゃあね、またこのテラコッタタイル、これ引いていくかね。この辺、この辺に引いて、この辺に引く。やっぱこの木どけたいねちょっと
さっき回収した自販機たちを移設したらちょっとまたのけちゃいましょうか。うん、こんな感じで引いて、でもあれなんですよね、自販機たちはそんなに大きくないんで言うほど場所は取らない。ならば、3×4 ぐらいでいいかな。 4?5?4 ですね。 3×4 でいいんじゃない。よし、これで自販機をどれだ、こっち、こっち、あれ違う、あれどこ行った、こっちか。はいはいはい、お菓子の自販機ここに飾る。うん、いいじゃん。でこのアーチを回収して、でこの辺に飾ると向きがそうなっちゃう。これはあれか、卵が手前やからなんとか回したい、回したいけど、こっちを回収して回んないっすか。あれ、これ場所さえ取ってれば回るとかそういうわけではないのか、ちょっと分かんないので、一旦ブリキのペールを飾る。でもうちょい近づける。よし、これ以上は無理かな。はははは、まあまあまあ悪くないんじゃない。でパームツリーランプをこの辺に飾るして、ちょっとはみ出してる、ちょっとはみ出してる、ちょっとはみ出してるか。思ったよりあれですね、場所取ってたんか。うん、じゃあね、もう1マスだけ塗っちゃうか。よし、テラコッタタイル持ち帰ってペタン、よし、でペタンってして、ペタンってする。でこの向きでパームツリーランプ飾る。あ、いいじゃん。でこの辺でイースターのアーチを飾って、でどんどん押していけばいいかな。よし、手荷物をお片しして、でズイズイと押していくと。うん、いいんじゃない。さあもうちょいかな、こんなもん。よし、でこれ以上は近づかないんで、こんなもんですね。はい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 。あとはなんかもう一個なんかなかったっけ、ないか。イースターナスツール、イースターナスツール、あー、イースターナスツール、そういえば回収しちゃったんやった。イースターナスツールはこの辺に置いとくか。扱いよ。うん、よし。でなんかそこで買ったお菓子とかね、ちょっとここで座って食べて、ですぐにゴミ箱にポイって捨てれるようにね。やったらね、まだこっちに置いてほしいよなって感じしますよね。なんかゴミ箱の隣であんまり食べたくないよね。なんでここに飾る、 OK で、よし、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。でまあ食べて、買って、で座る、食べる、でふうお腹いっぱいって言って、ブリキのペールで、あ、ええ、そんなんできんの。へえ、そうなんや、広葉樹捨ててみる。明らかにここに収まらないサイズのもの捨てましたけど、どうなっちゃったんだろう。いや、もうなんかあれか、悪空間に飲み込まれたんかな。であとは、あ、石置いちゃった。あとはもう目の前の木だけね、切っちゃえば今日はね満足かなっていうところがあるんで、さあスコップ持ち帰る。はっ、違う、よし、ざっくりと。うん、で足でケッケッてして植えちゃいましょう。よーし、よし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 。いやー、なんかまたね、ちょっとした進歩ではあるんですけど、こんな感じでね道ができるのと、こっちもね道ができて、なんか広場がね、ちゃんとなんかこの島の中心地だよっていうのがね再認識できる配置になったんじゃないかなと思いますね。でまあなんかこっちに繋がったり、あー高いが飛んでった。で豆粒の商店があって、で橋に行けますよみたいな、なんかそんな感じになったんで、じゃあこっちはまたね次回工事していければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。